ハノイ・クアンチエウ線は、ベトナム社会主義共和国の首都ハノイ市、ドンダークにある、ハノイ駅とタイグエン省タイグエン市のクアンチエウ駅を結ぶベトナム鉄道の路線である。インドシナ戦争が終結して、北ベトナムの経済回復期に当たる1962年に、完成した。当初の期間は1000ミリメートルであったが、ベトナム戦争中の1965年に、 全面的に爆破された。その後来たベトナム政府の要請により、中国が鉄道兵の派遣に応じたことから、改修の際に 1435mm と 1000mm の三線0 0機場に改め記され、この工事は1967年に完成した。ハノイ駅、イエンビエン駅間は、ハノイトン断線及びハノイラオ海線と線路を共用しており、クアンチエウ駅にて、 ベトナム交産物、石炭装甲車が所有するクアンチエウヌイ本線と接続する。石炭をはじめとした貨物輸送が主体の路線であり、旅客輸送はバスとの競合に破れ年間約900億ドンの赤字である。ありがとうございます。